こんにちは、柳田理香の1日1科学。もしボールが跳ね返らなかったらスポーツはどうなってしまうのでしょうか。理科の実験道具にこんなボールがあります。ちょっと見てください。この黒いのがその問題のボールです。オレンジ色の方は普通のスーパーボールです。この2つを同じ高さから落としてみましょう。黒いボールは全く跳ね返りませんね。もしこんなボールでスポーツをしたら大変なことになります。野球やサッカーはボールが飛ばないので全く面白くありません。バスケットボールなどはドリブルができないので試合そのものができません。でもボールがもし跳ね返らなかったらゲームが面白くないだけでは済みません。それどころかとても危険です。例えばドッジボールで体に当たったボールが跳ね返っていくのは、飛んできたボールが持っていたエネルギーがまだボールに残っているということです。もしボールが跳ね返らなかったらボールのエネルギーはすべて体に与えるダメージに変わります。これはサッカーやバレーボールでも同じです。ボールが跳ね返るおかげでスポーツは楽しいし安全にできるわけですね。今日の1日1科学。ボールが跳ね返るから安全で面白い。この跳ね返るという性質を利用して強烈なシュートやホームランを打っているわけですね。また明日。